クシュート。ピーター宇多が先制点を京都。谷口。遠野につけます。ワンタッチでマルシーニョへ。さあ走り合い。速いマルシーニョ。マルシーニョ突破、折り返しレアンドロ・ダミアン。させたのは川崎フロンターレ。アディショナルタイム川崎先手を取りました。谷口の縦パスから遠野ですね、はい、これきっかけに外のスピード1対1を突破して、本当にあのスピード感がある、まあ、縦パスのところが一つ柏からしてもボールを奪う局面にはなり得るんですけど、はい、まあ、そこをうまく裏返したところから一気に局面を打開しましたね。これはまあいわゆる押し込んだところからの。松岡、強打復帰戦、そして鈴木唯人のクロスボール押してくる。最後は左足、まあ、ゴールキーパーも非常に出づらいところですよね。なおかつこのオセフンの高さですよね。いやー高い、はい、もう時間はありません。山本が打ってきた、揺らしましたが、ゴールですね。ゴールですか。同点です。ガンバ大阪同点です。できました。最後小野瀬のシュートです。この跳ね返り、いや、よく詰めてましたね小野瀬。西尾へ、ここを狙っていったイニエスタ。山中、ゴール前ヘディングシュート、加藤が合わせました。先制点はセレッソ。ドティーラ監督の前でまずは先手を取ったのはセレッソ大阪。加藤睦月、今シーズンの初ゴール。まあ、外に広げた山中選手が、まあ、このピンポイントクロスですよね。まあ、うまくセンターバックとサイドバックの間に落としたこのボールで、コントロールされたヘディングシュートですよね。まあ、見事な攻撃でしたね。カットインか、中に入ってきた佐々木です。東のクロス、ヘディング、仕留めたベテラン柴崎、アディショナルタイム。まあ、一瞬ね、ここでサイドで、まあ、東選手がフリーになりましたし、まあ、この鋭いクロスをうまくね、柴崎選手が中で中央で流し込みましたよね。まあ、ボールの質も良かったですし、まあ、中のポイントで合わせる位置も素晴らしかったですよね。東の長田のキック、先制フロリドスアンデルソン・ロペス。精度の高いボール、そしてエースが飛び込んできました。長戸のボールですよね。前で競って、それが触らなかったんですよね。それ後ろに流れてきたボールを、はい、畑中ですよね、これ競ってね。でね、その後ろですよね。こういうボールって結構後ろの選手合わせづらいんですけどね、前の選手が触るか触らないか分かんないと反応が遅れるんですけど、まあ、ここは松村が下がらなくてはいけません。
エウベル長戸フリーで持ちます。運動量のある岩田ヘディング西村0対2決着をつけるヘディング西村。やっぱりねエイベルにやっぱりあれだけ自由にさせてしまうと正確にクロス入ってきますし、西村本当後ろから走り込んでのヘディング本当うまいですね。なんか FC 東京戦と同じような感じ。そうですね、あのこれしっかりコントロールしてますよね首振ってね、非常にこうね入っていくタイミングスペースを見つける目そこを使う能力は高いですね。高岡おお繋がってきた前でエウベルましたね今ね。時間と点差かけたらね大きくクリアしてもいいようなシーンですけどね。エウベル取った。吉原マイナスオンゴール。柔らかいボールで裏を取り、三沢からすると処理が難しいボールが入ってきました。ああもうその通りですね。もうこの深いところに侵入された時点でやっぱり自陣の方に向かって守備しなきゃいけないですからね三沢に関して言うとね、はい、宮沢が出てきた。先制したのはコンサドーレ札幌、キャプテンの宮沢今季初ゴール。そして J1 通算100勝に向けて今季初勝利に向けて一言ですよね、まあ、本当に精度の高いボールですし、まあ、オフサイドないですね、まあ、しっかり空間把握しながら速いボールを落としてきました。でそこに対して宮沢が瞬間的に空いたところにうまく飛び込んできてましたし当て感も抜群でしたよね。このスピード高さ落とし方そこに対しての入り方、まあ、ピンポイントでありましたけど、いやそのマテウスというキッカーがそうですね、はいはい、あここはカットした。さあ前には45番の中島大佳も走っています。仕掛けた青木かわしたクロスが入って中島だ。投入直後中島大佳今シーズン2ゴール目。まずはボールの奪い方も非常に良かったですし前方向に対してしっかり札幌の選手がアクションを起こしました。少し荒野が時間作ることによって青木が晒す時間もありましたしその瞬間にも背後ですよね、藤井の背後ですよね、このかわしながら顔を上げた瞬間にいいポジション取りましたしボールの質非常に良かったです。入り方当て感も非常に良かったですし最後はランゲラックのおそらく股かなですね、はい、股に当たって入ったと思います。まあ、一つ一つのプレーも非常に丁寧だったと思いますしボールの取り方、渡し方、逆に今度はボールを奪い去った川崎颯太。いや両チームともこういうちょっとしたボールの晒し方でねピンチになりますね。そうですね、アドバンテージは京都、スイッチが入ってきた両チーム。白井グランダのボール、ピーター・ウタが先制点は京都。あっという間に京都が先制しました。あった直後でした。いやしからこうこうからしの切り替わりのところですよね。ここで山田が本当にためを作ります。藤田も左利きっていうの分かっていますからね。中を切った時にここの白井の上がりと宇高のマークの外してからのこのシュート技術の高さ、本当に一気に攻守の切り替えどころからここで2対1作りますよね。そうですね、白井もねよく見てますし宇高もニアに入ると見せての田代のマークを外してフリーで振り切ったというところ、素晴らしいゴールだと思います。右足インスイング、エリアの中央にピーター・ウタカ、ファーサイドに武田、ハイボール川崎がシュート、川崎颯太が決めた。 J1 初ゴールは堅守サガン鳥栖のゴールをこじ開けました。この武田とコンパクトして大きく大外に来たところに川崎が入ってきましたからね、はい、そういう意味でも
よく回り込んで、しかも自分の高さできっちりと頂点で捉えているというところで叩きつけただけのコントロールできましたから、素晴らしい形だったと思います。そうですね、この浮き球を使って本田クリアです。ピーター・ウタカプレッシャーをかける、バックリー少しバランスを崩している、ウタカ大きく出して切り返して落ち着いてシュート、ピーター・ウタカが決めました。今日2ゴール目、このクロスを放り込まれてからのこのどちらに転がるか分からないところ、そして原ですかね、バックパスが緩かったがゆえにね、ここで2人で慌てていったところのこのキックエンド、もうこの切り返しで勝負がありましたね。さすが宇高と言っていいと思います。そうですね、上福本か小野か、いろいろ駆け引きしていますね、上福本は。そうですね、ただ小野はボールをじっと見つめています。小野が決めました。1点を返したサガン鳥栖、でも確かにそうですけど、上本は呼んできましたから、ね、この高さに切り込んだことで上福本のブロックのをかいくぐんだと言っていいでしょうね、はい、そういう意味ではよくあの高さで。ฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J-League International ด้วยนะครับ Like Subscribe Get Push Notifications Like Subscribe Push Notification